最初にまずはだるまさんに勝利の証を記していただきたいと思います。どうぞ深田さん、筆を持っていただいて、奥村選対委員長が支えて、この大きく見開いた目を作っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。見事にこれから前線に向けて目をしっかり開いて、佐伯市民のためにも頑張っていく、ここで決意が新たに示されました。本当にありがとうございます。それでは深津栄一候補にご挨拶をお願いいたします。皆さん、本当にありがとうございました。4年前に議席をいただいて以来、多くの方に支えていただいたこの4年間、私は私なりに頑張ってまいりましたけど、朝も申し上げましたように、多くの方々の支えがあったからこそ頑張れたということが、私が大きな力になりました。この支えをしっかり私も忘れてはならないし、これからも引き続いて2期目、この皆さんの熱い思いをしっかりと胸に刻み込み、頑張っていきたいなというふうに思っておるところであります。今日は結果として無投票という結果になりました。私はこれまで皆さんが私の応援支援をしっかりしていただいた、その証だと私はそう思っております。すなわち相手候補、新しい新人が出にくい、深津はダメだという、もしくは入る余地があるということであれば、必ず新人は立ったわけですが、皆さんが日頃から深津を支えていただいた、その大きな力が相手に出る隙を与えなかったことも、私は大きな力だというふうに思っております。それが唯一の私の今日の今の当選ということに私はなろうかというふうに思っております。これから4年間その熱い皆さんの思いを忘れないようにしっかり頑張ってきて、そして昨年の2期目に挑戦をして以来、総合選対の奥村委員長を先頭に、多くの組合員、企業、団体、そして高橋会長、浜野幸子女性会長を先頭に、後援会の皆さんの一丸となった取り組みが、今日の成果の大きな要因だというふうに、勝因の一つだというふうに思っております。そういう思いを私は決して忘れてはならないし、忘れることはありません。そういう思いしっかり私も心に改めて刻み込み、今から改めて決意をいたしたところであります。これから皆さん大変思いがあれば遠慮なく言っていただいて、多くの大分県の課題は山積をいたしております。私は私に一生懸命やりますけど、まだまだ未熟であります。今後さらなる皆さんのお知恵やご意見をいただきながら、精一杯頑張っていくことをここで披露しながら、新たな挑戦と2期目に挑戦をした、その決意を皆さんに披露をしておきたいと思っております。今後とも4年間精一杯頑張るという決意を披露して、決意とこれまでのお礼のご挨拶に変えます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日一日本当に頑張っていただきました諏訪市の方々、どうぞちょっと前においてください。横に並んでください。まあちょっといらっしゃい。はい、早く急いでください。帰らせんで早くね、はい、今前に並んでいただきました方々が、深津候補の足となり手となり精一杯頑張ってまいりました。彼らにも素晴らしい拍手をあげてください。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。
それでは佐伯地区総合センター委員長の奥村隆之さんがご挨拶を申し上げます。じゃあ、おめでとう。ありがとう。皆さん方の思いを一つにして塚津英一の奇跡をいただくことができました。これまでの4年間、さらにはこれからの4年間もこれまで以上のご支援をいただき、そしてあなたの声を、私の声を県政に届けていただきたいと思います。その役目を必ず深津英一は行います。ぜひ深津英一を送ってよかった、そのことはお互いの責任でもあります。これまでいただいた講演会の皆さん方、そして支援をしていただいた多くの市民の方々、あるいは総合センターに結集する皆さん方のこれまでの努力にお礼を申し上げながら、共に喜び合いたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは急遽この場に激励に駆けつけていただきました市への衆議院議員、社民党全国連合幹事長をご紹介をしてご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。今日は本当に、いい日となりました。我が党的に申しますと、大分郡の江藤清さんも、無事無競争当選と、まあ、いうことで、深田さんが2期目の戦いをこういう素晴らしい結果で、達成したということ、本当に嬉しく思います。これもひとえに今日お集まりの皆さんの日常普段の取り組みの結果であると、このように思います。選対委員長の奥村さんは、まあ今や最近においては選挙に関してはもう最高の参謀と言っていいと思います。今日は木本先輩もお見えですが、木本さんも一度無競争当選を果たした、そして今日深津さんが果たした。また深津ファミリーはですね、今写真撮っとるお嬢さん、もう私はいつも言うんでありますが、彼女の般若心経にはもう本当に参りました。やっぱり家族を挙げてですね、発問家庭を回るのにもお嬢さんがついていって般若心経をあげる、そういうことの積み上げが今日の無競争当選につながったと、このように思うとき、本当にこの選挙、深津選対は総合力において勝ったと、このように言っていいんではないかと、本当にお世話になりました。いよいよ深津さんも2期目の県議生活が始まりますけども、しかし勝ってカウントの大しべろ、この4年間が大事であります。緊張感を持って頑張って3期の戦いも実現すること、心からお祈りを申し上げます。本当におめでとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のご挨拶になりますが、深津英一の出身の
佐伯食堂委員長の奥村昌司がご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。深津栄一出身担当であります佐伯食堂委員長の奥村です。深津栄一が2期目の戦いを表明して本日まで長い間、今日お集まりの皆さん、そして、講演会の皆さん、各炭素の皆さんの力をお借りして結果的に無投票という審判を市民からいただきました。当選して、4年間という議席を守れたということは素直に評価して喜びたいというふうに思っております。これが私たち深津の取り巻く組織の力というのは自信を持っていいかなというふうに思っております。しかしながら1番だったのか3番だったのかは分からないということがありますので、今日これをまた第一歩として4年後がであれば必ず1番を目指すといった活躍をしていただきたい、そして皆さんも温かく見守っていただきたいというふうに思っております。これまでの皆さんの取り組みに対して、心から感謝を申し上げお礼の挨拶をします。本当に長い間ありがとうございました。本当にありがとうございました。それでは2通お祝いのメッセージが届いておりますので、ご披露させていただきます。お祝い深津栄一様、ご当選誠におめでとうございます。今まで培ったキャリアと実績を生かし、県民が安心して暮らせる社会の実現に向け活躍されることを期待しております。佐伯市長西島康義様、お祝い当選おめでとうございます。心からお祝い申し上げますとともに、これからも ますますご健勝で大分県政発展のためにご活躍されますようご祈念いたします。大分県知事職務代理二日市副知事、以上でございます。いよいよ最後の最後になりました。深津栄一総合講演会を代表いたしまして、女性の会代表の浜野幸子さんの一本締めでこの会を閉じたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。会長も上がらない、会長も、はい、よしよしよし、早朝より大変お疲れ様でした。今日のこの喜びの日を迎えられることができましたのも皆様のご支援お力添えがありまして、この日を迎えることができました。本当にありがとうございます。本当の喜びは4月10日 10日にまた喜びたいと思います。今日は喜びをかみしめながら一本締めはやったでしたいと思います。よっしゃ、じゃあ皆様一本締めをお願いします。よーよーやったー、ありがとうございました。浜野会長らしい一本締めでございました。本当にありがとうございました。以上をもちまして報告集会を終わりますが、これまでの長い間お世話になった皆様方に改めてお礼を申し上げながら今回を閉じさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞお帰りは気をつけていただきたいと思います。運転手の渡辺さん。